はい、私がお呼びいたしました。はい、そわそわブルン中野 MKTV 降臨、イエーイ。ブルン中野です、よろしくお願いします。改めてご紹介させていただきます。はいはい、元女子プロレスラーでダンプ松本さんとともに極悪同盟を結成されていて、うんうん、あの当時大人気の、ね、クラッシュギャルズの敵役としてトップレスラーに上り詰めると、はいはい、でしかもですよ、ものすごい強いんですよこの方、はい、アメリカの WWF 世界女子ヘビー級王座を獲得した唯一の日本人、はい、でね、現在はあのタレントに転向されていて中野区で中野のブルちゃんというお店を経営していらっしゃいますが、はい、よかった、私の知っているブル中野さん、はいはいはい、じゃない。確かにさっきのオープニングの映像と、うん、だいたいこういう始まり方ですよ。ですよね、もう正反対ですよね。女の子ですよね。じゃあそうです。もうその時のイメージだと、うんうんうん、確かにですね、もう本当に115キロあって、115今から60キロもっと増えたんです。女性1人分以上ですよね。すごい綺麗になられて、いや本当初めてだから先日打ち合わせでお会いさせていただいた時に、うんうんうん、やっぱ想像してたのは、うんうんうん、その当時のイメージだったから、うんうんはいはい、綺麗な方が来てあれ、みたいな、本当にびっくりしちゃった。自分でダイエットされたってことですか。ダイエットしました、はい、すごいしましたね。だから初めは50キロのダイエットをして、うんうんうん、まあ、最終的には最終あの60キロを落としたって感じですね。すごい、なんかもうすごい人生振り幅ありすぎて感じ。いやでもちょうど本当にオールナイトフジ見てたから、はいはい、そうなんですね。15歳で女子プロレスの世界に入って、うんはい、であのデビューも15歳で、地方巡業をずっと回ってる時に、うんはい、あの昔地方は12時でテレビが切れちゃうとか、その後砂嵐だったんですよね。そうですね、ちょっとしかあの俺と富士見れなくて、あーとか言ってたんで、見てたんですね。見てましたよ。すごい、じゃあ夢のなんか共演、大好きだったですね。で、先ほど言ったダンプさんも、はい、あの山崎美希ちゃんの大ファンで、ああもうみんな好きでしたね。じゃあ今度美希ちゃん呼んで一緒に美希ちゃんとやろう。いいですね。美希ちゃんもこの番組2回ほど出てくれて、あ、そうなんですか。わで、私ね、ダンプさんも来ていただいて、なんか喜ぶか、ねね、そうだよね。そしてダンプさんも出てもらって、うんうん、でその時はあのミキちゃんしか今出てくれないから、うん、私とゆりちゃんで他の2人の歌を歌ったっていうね、うん、お返ししたんです。そうすごい、でもあれ貴重ですよね。もうなんかすごい恥ずかしくて死ぬかと思って、男ちゃんとはずみちゃんやったんで、ね、そう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 ミキちゃんいて、そういいな。で彼女が一言、意外に音塚さん歌うまいじゃないですか。そんなこと言いましたっけ。言ってた言ってた、ひどいやつひどいやつ出したっけ。うん、歌 あとね、ミキなので私も1曲か2曲歌ってるんだけど、うんうん、でも彼女たちみたいにフィーチャリングされてないから、うん、私たちは何人グループ、あもう2期の中で曲を1曲で曲でくださって、うん、はい、そうなんですよ、ねえ、ね、いや今度やりましょうマジで、はい、ね、それこそ観覧にして観覧にしてね、はい、すごいな、荒れそうだな。でね、はい、ちょっとそもそも、はい、なんでプロレスラーになったのかなって、プロレスラーになったのは、うん、あプロレスラーもともと好きだったんですけど、はい、やろうっていう気は全くなかったんですね。ただ母が私がもうプロレスすごい好きなの分かったから、うん、でそんなに好きならもうなっちゃいなさいってことで、勝手にオーディションのハガキを出しちゃって、お母様が、そうなんです、全日本女子プロレスに出して、でそれが中学1年の時ですね。でそのハガキの、あの、まあ、捕獲したっていうことで、うん、でオーディション会場に行って、はい、でもう中止の時に受かっちゃったんで、もうじゃあもうなろうと決心して、そうですね。だから体もやっぱ大きかった。大きかったです、はい。今今168センチなんですけど、うん、165で、はい、あの大きかったです、中1でも、体 の, その横幅というかも、まだぽっちゃり系で、そんなにこんなわっという怪獣みたいな感じではなかったんですけど、いやもう今がこう本当にスレンダーだから、もともとその大きかったっていう、そのイメージが、はい、まあ、太ってる方でしたね。そうなんですね。もちろんそれは、うん、プロレスラーになって、スターになりたいっていうことですよね。そうね、やっぱりお金持ちになりたかった。あ、そうなんですね。昔の私の、私今50歳なんですけど、はい、私の年代でも中学卒業して、うん、就職っていうのがクラスで2人しかいないぐらい、うん、みんなほとんど高校行ってたんですけど、大体あの頃は
あの不良だったらガソリンスタンドで働く、 あとはなんかスナックだったりとか、はい、あの美容師さんになるぐらいしか、はい、女性の就職先があんまなかったんで、はい、そういう時代で、はい、で、まあ、女子プロレスラーがアイドル、はい、もし可愛かったアイドルになって、はい、あのまあ、親に家買ってあげようとか、そういう時代ですよね。ご出身どこでしたっけ？川口です。あ、川口か。川口もめちゃくちゃ不良の多かった川口ですよ。え、お母様のご出身ってどこでしたっけ？西川口なんです。あ、そうなんです。父は九州なんですけど、まあ、お父さんもね。なんかね、私のフェイスブックつながりの方が、はい、お父様かお母様かが、はい、鹿児島、あ、そうです、串木の伊牟田ですね。伊牟田、伊牟田、島なんですよね。そうなんですか。鹿島村、鹿島村、島村、はい、そうなんですか。へえ、そうなんです。へえ、すごい。小さな島から出てきて、埼玉で会って、はい、結婚。わ、でもね、その私ね、ちょっと私もそう、当時プロレスは知ってるんだけど、うん、はい、まあみんなほらクラッシュギャルズとか、うん、ビューティーピアーってなった中で、うん、なんで女の子なのにあんなすんごい、確かにすごいですよね。私だったら絶対できないような格好をして、ね、ごめんなさい、すごい失礼かもしれないんだけど、どこになんかそのモチベーションがあったのか、ね、抵抗なかったのかとか聞きたいですね。本当にお金しかなかったですね。あ、そうなんですね。いや、私も本当は歌って踊れるアイドルレスラーになりたくて、はい、女子プロ入ったんで、はい、だからあの、まあ、会社があの時は、うん、お前は悪役になれとか、お前はいい方だとか決めるんですけど、うん、私の場合は、まあ、会社もそうだったし、あとダンプさんに誘われたっていうのが一番で、はい、もうやっぱ先輩の言われることは断れないんですね。だからもう、まあ、業界というか、もうそうです、もう上下関係すごい厳しいからでもしょうがなく、はい、初めはあのなって、でも本当嫌々ですよ。で真逆ですもんね、歌って踊れるアイドルですよ。でもまあ、うん、ダンプさんが怖いんで、うん、とにかく言われたことをやるっていう、はい、一生懸命悪いことをして。悪いことってちなみにどんなことするんですか？髪の毛掴んだりとか。あ、そうです。かわいい。え、かわいい。そんなのかわいいの？かわいいし、えーじゃないの？でもみんな大体あの、うん、これは悪役じゃなくても、うん、髪の毛を持って人を、うん、あの起こすっていうのはみんな大体髪の毛、普通なんですよね。そうか、それはかわいいのブル入っちゃいますよね。普通なんですけど。え、他にはでも今日は何ですか？お父さんがテンション上がっちゃった。すごい、すごい。他にはあの、まあ、悪役だから凶器を使いますよね。凶器。ダムさんがあの時、なんかね、9種類ぐらい持ち凶器があって、うん、結構ありますね。結構あるんですよ。でね、あのアルミ缶、竹刀、チェーン、あとなんか鉄パイプ、あとハサミ、フォーク。ハサミ、もう本当なんか不良の、本当に涙が出てきた。ね、ですよね。涙が出てきた。すごい。そうですね、それをダムさんが試合中に、はい、あのこの試合の流れだったら、うんうんうん、しない使うだろうとか、ここはアルミ缶だなとか、ね、はい、もう全部把握しながら凶器渡すんですけども、はい、ダムさんがもう合図が、うん、もう手をこうやってて、うんうんうん、これしかないんですよ、うんうんうん、九種類なのに、うんうんうん、1個しか、はい、これどれだろうみたいな、どれにしようかなみたいな。めちゃ、それで本人のダムさんが思ったものと違うのを渡しちゃったと、バーウィーはそれで殴られます。違うだろう、全部でもこれなんで、はい、本当に9種類しかないのよ。それ結構率としては当たるものなんですか？いや、初めは全く分からなくて、やっぱそれなんでかっていうと、その試合の流れを見てない、把握してないから、ダンプさんはこの時にこうしてこうするんだなって、だん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 分かってきて、やっぱ殴られながら、それで教えてもらうっていうよりかは自分で見て、そうです、もう全部見て、あの、で、あ、よかった、うん、今日は2発しか殴られなかったとか、ね、ちなみにごめんなさいね、はい、アルミ缶ってどのような凶器になるんで、いや、あの、あ、普通のジュース飲んだアルミ缶でしょ？あ、そのちっちゃい、かわいい。え、それ違うの？なんで、一斗缶って言って、油とかガソリンみたいなやつ。そうそうそう、それをで、あとこれ、ね、あんま威力ないですよね、これをね。私これでどうすんのかなって思う。ね、飲んじゃうの？試合中、エネルギーみたいな。余計強くなるみたいな。もう知らなさすぎだろ。やだ、もう。それをじゃあこうやって渡して相手をバーンって殴る、バーンと殴って、こ角当たったら痛そうね。すっごい痛いし、みんなもう切れちゃったり。ここ切れる？切れますね。頭も本当にすごい傷があるし、でその凶器をね、取られちゃって、ナオさんが相手の村重さんと誰かに、で、あのこう相手にまたやられそうになったのをナオさんがバーンってやったんですよ。で、そしたらあのバーンって上に飛んで、あのあ
殴られなかった殴られなかったと思ったらそれがヒューンと落ちてきてここに、なったんですよ、ダンプさんのここに、もう大流血して、今でも見てください今度、ここにダンプさんすごい傷があるんで、それがその時のその時の傷で、知らないふりしてそれ何ですかって聞いてください、多分同じこと、全く同じこと言ってますね、いろんなことありましたね。ちなみにブルさんの得意な狂気って何だったんですか。よく聞いてきました。私はね、1個しかないんですよ。あ、1個なんですね。1個だけなんです。あの、まあ、仕事が大変だろうなと思って、私の後輩が。なるほどなるほど。経験をしてるから。優しい。なんか優しい優しい方ですね。だから1周だけにして、はい、それはヌンチャクです。ブルースリーとかがこうやってヌンチャク。はいはい、そのヌンチャクってちょっと見せていただくことできますか。はい、昔しんだけど今日あるんですよね。昔しんだけどありますね。これはもちろんあの現役の時に使ったやつじゃないんですけど、ちょっとあの痛くないやつ。痛くないやつ。これだけはもうまた違う痛いやつ。元々あの樫の木でできたやつ。このね練習樫の木だったんで練習こう自分でこうぶつかっただけでも全部あただらけになってましたね。じゃあちょっと一回 CM 挟ませてもらって、はいはい、この後ヌンチャクの技を皆さんに見ていただきたいと思います。はい、CM ある、はい、はい、CM お願いしますあるんですよ、それがいいリアクションです。はい、はい、ということでお待たせいたしました、はい、あのこの後はですね、せっかくなので、はい、往年のブルさんのヌンチャク技を皆さんに見ていただきたいなと思うんですけども、はい、これ興奮する人めちゃめちゃたくさんいるんじゃないですか。ねえ、ちょっとじゃあ分かりました、すごい、うん、あのでもせっかくですからね、はい、ちょっとどんなぐらい痛いか、そうですね、まあ、まずはじゃあ、どんなぐらい痛いか、おだめさんが体験するなんで私をそうやって人に動きに出そうとするな立っても大丈夫なんですかね。立っても大丈夫です。ドリンクとかどかした方がいいですか。そうですね、全部どかすか。じゃあみんな体質してなんか。そうそうそう。はい、はい、あ、すごい。やっぱ大きいよね。ちょっと待ってくださいね。今カメラを合わせますね。見た。そう、足綺麗。ね、足綺麗ですよね。ちょっとまずじゃあ、はいはい。いいんですか、お父さんが離れちゃう。いや、いいのいいの。ロープに大体いつも繋がる、はい、手離さないでくださいね、それ絶対これね、結構怖い相手を振って、うん、その間にパパパパッとこうつけて、帰ってきた板にバーン怖い死ぬ死ぬ。これはね、今ロープもないんで、まあ、とりあえずお尻にパチンぐらいで、え、ちょっと、ね、私、はい、せっかく、はい、私本当、はい、いや、こんなチャンスないですよ。こんなチャンス、はい、そう。でもさ、ブルさんにさ、うん、お尻パチンしてもらったらきっと運がつくかもしれないね。そうですよ、なんかいいことがあるから、いいことあるかもしれない。よし、じゃあちょっと皆さんを代表して、はい、じゃあお尻をカメラに向けて、はい、カメラに向けてこう、はい、あ、そうですね、じゃあその辺もどかした方がいいのか、はい、ここからパチン抜きましょうか。怖いマジマジ、はい、いきますよ。怖い、結構いなかったな。え、でもあんまり痛くなさそう。大丈夫なんかね、跳ね返ってきたの今、ブヨーンって粘着が普通跳ね返らないものですか。びっくりした。大丈夫だったんですか。なんかね、すごい幸せな感じ。これいいよ、いい、すごくいい、すごくいい。え、めっちゃ幸せになれた。めっちゃ幸せになれた。いいですか。めっちゃいい、これ。え、これ、私、普通にしてる。めっちゃいい、これ。このなんかね、じわーんとこの痛みがすごくいい。いきますね。はい。はい、怖い。すごい吸い付いた。なんか跳ね返すお尻と吸い付くお尻。皆さんどちらがいいですか。聞こえちゃった。いや、地味に痛い。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 これだってウレタン製でしょ、今は。はい、だってこんなに、これでこんだけ痛いってことは、当時
ど、いやそうですよね、柏木だったんで本当に、うん、もう本当間違えてね、うん、頭とか当たったらもうまだここがじわっとそれ3日間持ちますからやったでも、うん、これでもねやっぱりほら勝たなくちゃいけないとは思うんですけど、うん、相手を怪我させないようにってのはあったんですか。あのね当時は、うん、まあ、今はね結構みんな本当にすいませんプロフェッショナルというか、あのエンターテインメントとしてのプロレスっていう部分もすごく重要してるんで、今はちょっとあれですけど、昔は本当にもうぶっ殺してやろうっていう勢いでやってました。なんで私が人気者になれねえんだよみたいな、あなんかうるせえ主役なんかやせやってよ怖いし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 、私違う私違う、ねえだって人気者になってお金持ちになって、うん、お母さん、うん、あのみんな家買ってあげようとか、うん、妹によく買ってあげようとか思って、うん、夢を持って入ってたのが、うん、もう悪役になったらもう裏街道ですよね、うん、もう絶対人気出ちゃいけない、憎まれなしちゃいけない、握手もしちゃいけない、素顔もしちゃいけない、といろんなことが起きていろいろあって、それはやっぱこう悪役としてのこうイメージを守るため、はい、もう本当にあの昔当時の悪役っていうのは、うん、こうなんつうの、あのポーズでやってるじゃなくて、はい、本当に悪い人間がやってるっていうふうに思ってたんですね。でそれでプライベートの時ってどうす、もう絶対にその素顔見しちゃいけないとか、サングラスしなくちゃいけないとか、じゃあほぼほぼプライベートはもうない感じですか。ないですね、だから家の中にいた時だけっていう感じですね。でもあのファンの人がサインくださいとかで来ても、うん、うっせえなとか言って言わなくちゃいけないんですよ。それってなんか心が痛むことってなんか初めだけですね。慣れるちょっと慣れるんかーいそうなんですか。でもなんかもうでもうやるしかないなっていう感じでしたよね、うん、でそれってどっかでこうやるしかないってなるんですか。区切りがついたのが、はい、15歳でプロレスラーになって、うんうん、で16歳の終わりぐらいにもう悪役になれって言われたんだから、はい、入って入門1年目ぐらいで、うん、もうあの悪役になれって言われちゃったんですよ、うん、で2年目の時に、うん、あのあまりに私が気持ちがね、あのこうはっきり悪役としてやっていこうっていう気持ちがないから、うん、ダンプさんがちょっとあのお前もうモヒカンにしろって可愛い子にしちゃダメなんだって、はい、もう本当に憎まれなかったらもうこのまま全部が終わっちゃうぞって、はい、骨格同盟も全部全て終わっちゃうぞってことになって、辞める発想っていうのはなかったんですか。なかったですね。その時ね女子プロレス団体って1個しかなくて、はい、全日本女子プロレスって1個だけで、そこを辞めたらもう一生プロレス的になったんですよ。今はいっぱいね、はい、団体があるんで、はい、辞めたらあっちに行ける時もあるんですけども、はい、そうだからでやっぱプロレスは好きだったんですね。なるほど。プロレスは好きだった、はい、でまああのダンプさんに髪の毛を剃られて、うん、であの半分結局モヒカンにしろって言われたんだけども、半分やったら多分ダンプさん飽きちゃったのね。お前は半人前だから半ハゲでいいっつって、うん、でそれで半ハゲになったんです。もうそれからもう私がもう生きる時間と場所はもうリングの中だけ、うん、試合をしてる時だけはあの生きて、それ以外はもう全てのプライベートもなしにしようと思って、うん、それをちゃんとこう覚悟を決めさせてくれたのがもうダンプさんの、その髪の毛を剃るっていうことで、うん、でも本当に剃ってからもう会場に行けばみんなに石投げられたりとか、はい、あのまあ、親戚の方たちも初めはやっぱ応援してくれたんだけど、うん、悪役になったっていうことでやっぱり来なくなっちゃったりとかね、本当に親戚が、うん、悪い人だと、ね、思って、親御さんというかパパとママはどう、そうですね、お父さんだから両親と妹だけは、うん、あのまあ、なんか家族で、うん、応援してあげようっていう話はあったみたいですけどね、うん、そりゃそうですよね。だって娘が本気でやってるなんて思いませんもんね。そうですね。だからあの毎年、全日本女子プレスでも夏休みに1日か2日、うん、あとお正月にも1日か2日休みがあって、はい、でそのお正月に帰った時にみんな親戚で集まるんですけど、はい、その時にあのお母さんに呼ばれて、あの明けになっちゃったからみんなにいろいろ言われるかもしれないけど、うん、そんなこと気にしなくていいんだからねってお母さんにしてくれて、はい、であの言ってましたね。でも実際にはやっぱ言われるんですか、親戚で集まった時に、うんうん、もうね、あの、まあ、明け役になったっていうことも言われるんですけど、一番言われるのが、はい、プロレスってどうせ八百長なんでしょ、本当にやってないでしょって、もう絶対、まあ、それは親戚でも何でも絶対誰でも来ますね、友達でも。でも私もやっぱ小さい時そう思ってましたよ、うん、プロレスってなんかその試合の進行があって、うんうんうん、でそれに沿った演技をしてるんだっていうふうに思ってました。勝ち負けが決まってるんでしょとか、そうそうそう、でなんでロープに振ったら、うんうん、帰ってくるのとか、あ、まあ、それ帰ってくるんですよ、本当にプロレスのロープ本当に硬いから帰ってくるんですけど、はい、でもあのまず勝ち負けは決まってないんですね。ただあのやっぱしプロレスお客さんが入ってる商売なんで、うんうん、相手の技は全てあの
どいちゃってっていうかあの、うん、やらないで逃げてしまったら試合にならないわけですよ、はい、だから何の練習を私たちがしてたかっていうと、はい、相手の技を全て受けてもその後に反撃した時に自分が動ける体を作るっていうことなんです、じゃあ本当の強さですよね。だから本当にあのいろんな選手がいろんな技を持てて、はい、それを全て受けるんですね、ちゃんともう真正面から、はい、でこれがレスラーとレスラーの駆け引きでちょっとでも動いてあの相手の技をこう、うん、なんていうの力を逃がすみたいなことをしたら、うんうん、その信頼関係は全くなくなるんですね。じゃあ次やった時には絶対この人の技を受けないとか、もうそういうもう毎日毎日年間300試合あって毎日やることなんで、年間300試合だから信頼関係がなかったら絶対できないことなんですよ。だからあの、まあ、ロープに振ったなんて帰ってくるのっていうのももう必死にもう帰りますよ、思いっきり相手の技を受けるために。だからみんなもうバーンって言っても本当に受けに来るように見えちゃうもん、私も、はいはいはい、もう全部受けます。あれは受けるために来るんだ、はい、それがどんだけ痛いって分かってても受けに行きます。年間それを300試合って、どうなんだ、怪我、ね、怪我ですね、まあ、怪我だらけ。そうなんですよ、治んなくて、うん、まあ、ひび入ったり折れたりとかするんですけど、うん、みんな、うん、あのなるべくもう見つからないように、うん、あの折れたこととかも分かんないようにしてます。いや折れたら分かるでしょ、だって腫、ね、れちゃうからだけど、ね、でもそれがあの休んじゃうとその下の新人が自分のそこに入ってくるわけですよ、自分のチャンス取られちゃうみたいな。そうなんですよね、だからそのなるべく分かんないように直して、はい、だから変な風にね、うん、骨とかこうこだわってくっついちゃってる人がいっぱいいますね、うん、そういう時代でした。昔はその15歳から入って25歳でやめなきゃいけないっていう定年制っていうのがあったんで、この10年間で本当にスターになってお金持ちになってあの故郷に帰る、そういう感じだったんですよね。今はもう息が長いですからね、みんな60歳とかでもやってますから。なんか今のその女子プロの皆さんっておしゃれだし、ファッショナブルだし、うん、なんかすごいキラキラしてるから。本当ですよ、ブルさんたちの時代キラキラしなかったですか？ドロドロしたの。いやもう貪欲みたいな人ばっかりがいた。いや私ごめんなさい、見たんですけど、やっぱりね、私クラッシュギャルズとかの長与千草さんがかっこよくて、もうなんか胸がキュンキュンしてて、ブルさんはなんかあーって思ってた、やっぱり。やめろって思ったんですよ。なんか、なんか長与千草さんをそんなことないでとか思っちゃいましたよね、やっぱりね。ごめんなさい、本当に申し訳ない。でも私もそういうに長与さんだったり、長与飛鳥さんだったりのそういう人気ある選手になりたかったから、やっぱり長与さんのことをいじめるとみんなファンの子がキャーとか言うんですよ。余計にね。でもその前やってやるって思うまでちょっと時間かかったんですよ、やっぱり本田だってそっちに行きたかったから。あーそうですよね、脇役になるんだってあのダンプさんに髪切られて決めてからはもう、はい、もうやり放題でしたね。やり放題、本当に気持ちが切り替わったらここまでもできるんだっていう、あー自分の中でこんなになっちゃうんだっていう驚きとかもある、ね、なんか多分自分がどこまでいけるのかっていう自分の限界が全然分かってなかったけども、はい、もう自分が思ってた以上にいろんなことをやれるようになって、本当気持ち次第なんだなと思いましたね。やれるっていうのはそういう相手をやっつけるってことですよね、いろんな反則技でね。であとお客さんにどんなに恨まれても関係ないわと思って。じゃあもう結構メンタルも強くなった、はい、なりました部分もあるんです、ね、多分それが一番強くなったと思います。なるほど、まあ、もちろんねトレーニングはして体も強いんですけど、はい、やっぱ気持ち的に多分もう切り替えができたんで、はい、やっとその時にプロレスラーになれたんですね、お金を取れるプロレスラーになれたんだと思います。でもね私ね、人に恨まれてなんぼの障害、うん、商売ってないと思うんですよ。うん、で今人間私たちってほらみんなに好かれてみんなとうまくコミュニケーションやってそれで仲良く生きていきましょうっていう世界の中でとっことん悪でとっこと人に嫌われてそれがお金って何すごいですよね。他にあの時代はそれで良かったんですよね、はい、きっとね。いやでも今、まあ、いないですよ。そうだからあの結局ベリーフェイス の, あの人気者の方っていうのは、うんまあ、トップにすごい人気者がいて、うん、もうザーってもう次に私があって人はいっぱいいたじゃないですか。で悪役に泣いてるなんて人は一人もいなくて、ダンプさんと私とあともちょろちょろっとそのちょろちょろっていう新人もダンプさんに入れって言われて嫌、ね、からではないんですよ。いやってるんですよみんな。だから人数も少なかったんで、もう入ってすぐに名ベンターにダンプさんと組ませてもらえるんで名ベンターになれたっていうので、もうお金も初めは、うん、あの入
った時5万円だったんです、うん、で料費が引かれて4万5千円、そこからスタートしていくんですけども、でプロになって試合すると、まあ、7万ぐらいもらえるとかっていう、こう段階があるんですけど、私の場合もいきなり、まあ、プロになって、うん、もう1年目ぐらいですぐにも70万とか100万とかも、え月にってことですか。そうです、もらってました。16歳とか17歳16歳とかでもらってましたね。最高にもらった時って1ヶ月いくらぐらいだったんですか。1ヶ月いくらだったんだろう。でも全日本女子プロレスでは、うん、でもそんなに2、300とかそんな感じだったんじゃないですかね。いやすごい、ゆりちゃんの年収が月収と同じぐらいすごい。そうなんだ。うわ、でもだからそこのね、気持ちの切り替えもやっぱお金でいいんだっていうのもちょっとあったかもしれない。もう金さあれはいいんだよ、人に恨まれようがよ、ガーンそう、恨まれても。で楽しそうだけどね、なんか考えてみると。でもね、誰もやったことがないことをや手探りでやらなきゃいけないから、そこがやっぱしね、合ってんのか合ってないかも分かんない。そうか、あの見本がないから、ない世界なんで、そこがね、辛かった。でもやっぱし1ヶ月その働いて、うん、昔はあの、うん、振り込みじゃないから、手渡しで、うん、あなるほど、これもあった時に、やってよかったな、うん、その時に感じるんですね。ダンプさんとやっぱこう一緒にやられてて、なんかこう厳しかったなとかっていう経験とか、うん、ダンプさん自体は本当にもうプロ根性のある方 で、うん、でダンプさん自体は本当はもうそのもともと悪役に性格が向いてたわけではなかったんですよ、うん、もうバラエティとかでもうなんかダンプちゃんとか言われてて優しいイメージなんですよね。そうだから、でもあのその極悪同盟やる、うんうん、ダンプ松本っていう風に名前変えてから、うんうん、もう本当に今までとはガラッと私生活も変えて、今まではこうみんなの、ね、ムードメーカーみたいな存在だったんです、精神の中で。そうなんですね。それがもう全然面白いこともやらなくなって、はい、わざと、うん、もう孤立してっていう感じですね。だからでもその過程を見てるから、うん、やっぱそこまでやんないと、うん、やっぱトップに行かれないんだっていうのはやっぱずっと見てて、みたいになってました。じゃあ結構背中から学べることもたくさんあったんですね。その現役時代に一番嬉しかったことって何ですか、お金以外に。お金取られちゃったら何だろうな。じゃあもう本当にお金しかない。いや、それはないですけども、やっぱ明け役としてすごい生活したんで、あの、うん、明け役としてもう憎まれる存在から、うんうんうん、あの、まあ、明け役はもう憎まれて当然だし、はい、憎者なんてなろうとすんなよ、うん、お前らっていう感じで会社からいつも言われたんですね、うんうんうん、はい、でも悪役でもあのプロレスラーでレスラーなんだから、うん、あのみんなに認められる試合をしたいっていうのが自分のずっと夢だったんですね、うんうん、はい、であの年に1回あの授賞式っていうのがあって、うん、その日のその年のベストワード、いい試合をした人たちがもらえる賞と、うんうんうん、あと一番いい選手だった人がもらえる賞、うんうん、でその賞っていうのはもう絶対お前ら悪役にはあげないから、もうそういうことを考えずに憎まれることだけを考えてろってずっと言われ続けたんですけども、うん、はい、あのでもいつか絶対にその一番いいベストバウトと MVP っていうのを悪役で取ってやると思ったんですけど、まあ、それがまあ取れたっていう。うわーすごい。それはもうもう本当に強すぎて、うん、もうもうそのなんか取る与えるしかなかったって感じですよね。じゃあそうですね、お客さんっていうかもう、うん、見に来てくれるファンの子だったり、あとマスコミの方だったちが、うんうんうん、まあ、すごく認めてくれてるのに、ここで会社が遮断しても、うん、会社が悪者になっちゃうの、悪役でしょ。じゃあ実力と努力で。いやーすごい尊敬する、ね、でも嫌いだったんですよね。長谷さんが好きだったんですよね。長谷さんが長谷さん大好き、長谷さんが好き、長谷さんが好きだったんですよね。そうなんだ。ブルさんトークが切れてますって。何切れてる？トークが切れてます。あのいいトーク切れちゃったのかな。私そんな何言ってんのかよく分かんない。怒ってる、怒ってるみたいな。いやーすごいね。じゃあちょっとまたここで一回 CM 入れさせてください、はいはい、お願いします、はい。
せしました、はい、ちょっとね、はい、マジでさっきお尻ペチってやってもらったじゃん、うん、じゃあパンだね、はい、いいよね、なんかもう一回やってもらいたくなっちゃって、癖になっちゃった、はい、癖になっちゃいました。番組終了後にお願いします。あ、すごいか、いや、そういうことになってしまってなんかいいですね、ちょっとこれ毎回やっていきましょうか、うん、毎回毎回ちょっとなんかやってもらって、ね、今日全員やってもらおうじゃ、帰りに、ね、バチッとなって3日間ご利益あるんで、3日間のうちにいいことあります、いいこと、あ、もうここにいる人は絶対やだ、彼氏できるかも、あ、できるかもしれない、いい出会いができるかもしれない、すごいすごい、やったまあそんな話置いといて、はいはい、でちょっとブルさんから告知があるんですけど、はい、あ、これは、はい、あ、これはね、あの、うん、写真集を、写真集っていうか、うん、ビリボンですね、昔懐かしいビリボンです、え、これは誰それは私ですよ、これは、それこれはダンプさん、ダンプさんで、これは私です、え、同一人物だと思えない、これ寄れる、寄れないよね、ちょっとじゃあちょっとあのブルさんの方寄ってもらっていいですか、こっちのピンで写ってる方がブルさんですよ ね、 すね、はい、体型も違うし見た目がもう、ね、このメイクってブルさん好きで好きでやってたんですよ、なんていう言い方言って失礼すぎるでしょ、ブルさんがやってたんですか、やって、ね、初めはこういうメイクだったんですよ、へえ、15歳でね、新人、なんかすごい怪我だらけ、怪我だらけ、顎がねちょっとね、はい、下げちゃったんだけど、もともとこういう感じだったんですね、こういう感じで初めやってて、いい、はい、ですぐにビニール破けちゃって、こうなっちゃったビニール破けちゃった、破けちゃった、ビルボンじゃなくなっちゃった、ビルボンじゃなくなっちゃった、中出してもいいですか、いいですよ、いいですよ、ごめんなさい、はい、これ一つずつ持ってきたんで、ああ、いいですか、嬉しい、ありがとうございます、デビューをして、うんうん、あの脇役になるまでとか、うん、あのこれの中では、うん、あの物語にちゃんとなってて、うん、その時の写真がずっと、うん、ね、これいいんですか、嘘、これは大丈夫ですよ、大丈夫です、一応これはある15指定なんですよ、大丈夫、余裕で超えてます、はい、こんな写真ちょっと見る、みんな写真見ます、これ、え、これ15歳？これ15歳ですね、はい、これ見ます、あ、こっち15歳、これ見れる、ごめんね、おパンツ見えてます、おパンツじゃない、これおパンツ、レスラーなんか、あのコスチュームですね、コスチューム、なるほど、これブルさんかわいい、かわいいですね、15歳だったんだけど、うん、この時はもう20歳ぐらいで、すごいレアな写真たくさん、すごい、これね、みんなファンの子が撮ってくれた、へえ、そうなんですね、これが15歳、はい、ありがとう、せっかく合わせてくれたのに、はい、もう終わろうとしている私はすごい、すいません、はい、いいですか、はい、こういう写真集なんで、いや、まだ1、ナンバーワンなんですけども、2、3と、はい、続いていくんで、ね、あ、そうなんですね、はい、ね、めっちゃ かわいい、かわいい、ブルさん、嘘でしょ、なんかサーフィンやってそう、この写真サーフィンとかじゃないでしょプロレスだもん、何言ってんの、めえー、すごい、かわいい、かわいい、ね、これほんとベビーフェイスやりたくなるの分かる、かわいいもん、でもね、多分ベビーフェイスだったら売れなかったの、どうして、この写真すごいですね、あ、そうですね、それダンプさんとね、あのシングルマッチで試合をしたんですよ、やった後に血だらけなんだ、はい、血だらけにされ、はい、されながらされながらってすごいレアな写真がたくさん、これってどこかで、はい、これはあの中野で中野ルブルジャンっていうガールズバーをね、うん、ガールズバーをやってるんですけど、はい、そこで売ってます、販売してます、じゃあそこのお店に行けば購入できるんですね、はい、これね、そう、値段書くの忘れちゃって、確かに、だから一応時価です、時価何それ時価平均的に、にあの2500円なんですけど、うん、2800円になっちゃったりとか、はい、お釣りない時に3000円になっちゃったりするんですけど、時価です、嫌いなお客さんには高くなるってやつ、いいお客さんに安くなるって、いやこれすごい、なんかね、懐かしい、髪型も懐かしい、私にとっては、レアな写真がたくさん、ね、すごいね、ちょっと皆さん本当になんかね、もうなんだろうな、お話聞いてて、はい、いろんなことで感動しました、うん、今日は本当ですか、本当に本当に、でちょっと中野のブルちゃんが、はい、なんとそろそろ来年で、そうなんです、3月の2日で一応閉店、うん、そうなんですね、はい、私もちょっとあの、うんうん、ね、あまりにも飲みすぎて肝臓をちょっと壊してしまったので、うん、あららら、ちょっと治療専念ということで、はい、今あの後輩がね頑張ってくれてるんですけど、今後の
じゃあご予定でなんかこう今後ですね、うん、まあ、その閉店があるんでそれまでは一生懸命、うん、お店を盛り上げて、はい、で中野区でずっとそのお店もやってたので、はい、中野区の観光大使に今回なったんですね。いろいろ中野区のためにいろいろこれからは、うん、宣伝をしていこうと思って、うん、へえ、はい、うん、なるほどなるほど、へえ、いろいろなお祭りだったり、うん、イベントとかでも、うん、観光大使として仕事をいろいろもらったりとかして、うん、はい、うん、やってます。へえ、例えば、はい、今ちょっとその今振り返ってね、うんうん、そのご自身が出てた女子プロって何だったんだろうって思いますね。え、何だったんですかね。もうとにかく、うん、もう自分の全てだったんですけども、うん、あの時にいろんな思いを本当若い時に、うん、一番自分が体が動けて、うん、もう多感な時に、うん、もう本当にもう地獄のような生活をしてたんですよ、うん、で本当に全日本女子プロレスっていう一個の国で、うん、本当にトップの人は一人だけしかいなくて、その方が、うん、トップのうちはそれが王なんですね、うん、でもういろんなまた名下になったけれど、うん、もう本当にそういう中で、うん、こうみんな必死に のし上がろうと思って、はい、その10年間で決められた年月の中で、うん、みんなもう本当切磋琢磨したんですよ、はい、その時にいろんな辛い思いをしたんですけども、うん、あの時の経験があるからもうこの先、うん、どんなことがあっても全然へっちゃらなんですね、うん、多分全日本女子プロレスの選手の方たちみんな引退した人たちも、うん、どんなことがあっても、うん、あの時の辛さよりも辛いこと絶対ないから、うん、それぐらい辛かったんですね。本当にもうそのことに関しては本当自信を持ってるし、プロレスラーだったっていうことを、全日本女子プロレスのプロレスラーだったっていうことに、うん、誇りを持って今でも生きています、うん、なんか後輩を育成しようとかそういうのは、はい、そうですね、プロレスの育成、まあ今一応新しい団体、うん、スターダムっていう女子プロレス団体の解説はやらせていただいてるんですけども、今でも後輩たちを見守っていくっていう部分は変わらないですけどね、うん、まあ、でも時代とともにいろんなプロレスのこう流れだったり、はい、あり方っていうのも変わってきてるんで、はい、それに自分も対応しなくちゃいけないので、うん、まあ、でもこのプロレスがいろいろこう変わっていくんだなっていうことも、はい、昔の自分たちがやったプロレスで今のプロレスっていろいろ見て、うん、分かるので、はい、まあ、それを見ながら逆に時代の流れが分かるかなっていう、あ、なるほど、いろんなことも、はい、勉強させてもらって。ちなみに今のプロレスって狂気プレーってありなんですか、うん、狂気プレープレープレーなんか本当にこの時間を通してなんか違うのに変換されてます違う狂気プレープレー違う狂気攻撃ですね。なんかすごいなんか見に来たくなっちゃうんですよ、そうですね狂気を使う人もいますね、椅子だったりパイプ椅子だったり、はい、じゃあ別にダメではないんですね。ダメではないんで、一応カウント5以内だったらやっていいんですよ、うん、そのプレーも、プレー自体もただね、あんまりそう、それを今のお客さんがそれを求めてるかっていうと、そういう団体もありますね。狂気だけを使った団体もあったり、はい、面白いプロレスの団体もあったり、あと本当戦いを見せるっていう、いろんな団体があるんで、今お客さんが選んで見に行けるっていう時代、昔はもう1個しかなかったんで、そうですよね、これだけ見てろみたいな感じ。なるほど。だからでも増えた分、今本当大変だと思います。今のレスラーの人が見せ方というか自分のスタイルだったりを、何が今お客さん求めてるのかっていうのをその瞬時にすごく感じて、それを表現して表さなきゃいけないんで大変だと思いますね。そっか、いっぱい増えた分。そうですね、なるほど。たまに名古屋さんとか、はい、アスカさんとかはい、お会いできる機会が結構あって、すごい。いやでも今でもね、本当にかっこいいんですよね、うん、やっぱり先輩なんで、うん、いつまでもかっこいい憧れの人でいてほしいってずっと後輩だから思ってるんですけど、うん、どんな先輩見てもやっぱりちゃんとしっかりと生きていて、うん、かっこいいです本当に。まあもちろんそれでやっぱトップに立たれた方はもちろんですね、うん、じゃあ、うん、ジャマイアさんだったりとか、はい、あったアスカさんだったり、うん、はい、みんな本当にかっこよく生きてます、うん、でも現役時代めっちゃボコボコにしてて気まずくないですか今会うと。あ、だからね、本当に今になって気まずくはないですけどでも今になってやっとこう本当に話ができるっていうか、あ、そっか、今だからこそっていう。もう先輩後輩の時にはもう自分から話しかけるってことはまずできないことだったんで、うん、できないんですか。ダンプさんにもあまり、はい、あっちが話しかけてくれたらそれに対しては答えられるっていう話だったんで、今本当にいろいろ話ができて、うん、あ、本当は面白い人なんだとか、あ、なるほど、科目なんだなとか、いろいろイメージが違くて、名古屋さんとかは面白い方なんですか。面白い方ですね、すごく。でも面白いというか、はい、かっこいい方ですよね、やっぱりね。かっこいい、かっこいい。こうなんか何をするにして、東とかたまに一緒になったりとかするんですね、うんうん、今も。その時もこう何をするにしても格好が決まってるんで、あ、本
の姿もこんなにかっこいいんだみたいな。ああ、それすごいな。普通に控えてたら宮本知らないです。そういうのは全くなくて、本当にちゃんとかっこいいんで。へえ。これじゃあ本当に人気出て当たり前だよなって、ね、今更だから思いますね。そうなんだ。もう一個だけ聞いていいですか、はい、他の私のこと聞いてくれますか、長谷川さんとか飛鳥さんとかそっち方面ばっかり聞くから、ごめんなさいごめんなさい。なんかね、15歳から25歳って、はい、一番なんか恋をしたい時代じゃないですか、うん、ですね、あ、青春時代ですもんね。好きな人いたんじゃないですか。いましたよ。あ、私ね、吉川晃司が大好きで、そっち系、そっち系。いや、本当のなんか彼氏とかがいたのかなと思って。いましたよ、だから吉川晃司が大好きで、吉川晃司にそっくりのファンの方がいたんですよ。へえ、ファンの人ですよ。で、多分ね、1歳か2歳年上の方で、うん、で、その方が私のファンで、うん、あの、恵子ちゃんのこと大好きですって書いてきて、まあ、レターね、もらったんだけど、私はもうウブだから勘違いしちゃって本当に好きなのかと思ったんですけど、でもあっちはレスラーとして好きだったんだよね。でもそれを勘違いしながら、でもお付き合いしました。多分ね、あの、まあ、2、3ヶ月ぐらいかな。それはブル中野で悪役になってた時ですか。あのね、まだなる前だったんです。直前ぐらい、で若干女の子が残ってた感じ、若干だいぶ残ってた時で、そのTBSの私が好きだったので、も私が悪役になっちゃったら、もうあの全然もう連絡もね、こう自然消滅みたいになっちゃったので、あっちは九州の小倉かなんかの方でね、本当にたまに電話するぐらいで、そう、でもその人がね、あの、あの、その後に私の同期と付き合ったんですよ。そういうなんか寂しい思いがあったんです。切ない、ね、切ない感じの。つら、ね、そうそうそう、ね、悪役になってからとかはあったんですか。なかったんですね。だからそこでもうやっぱダンサーに髪の毛も切られて、あの、そういう失恋もして、もう女としての幸せはもう全て、恋愛じゃしたいっていう気持ちももうなくなりましたね。もうなんか男とか女とかっていう、はい、こう性別じゃないレスラーとして生きていこうと思って、でそれで体重も増やして100キロ台にしたいとか、そういう感じでしたね。もうこの世のものじゃない存在になろうと思ってたんで、だからもうそう、だから恋愛とかも考えてなかったんで。そっか、そうだったんですね。すごい。え、でもオールナイターズの時彼氏いました。オールナイターズの時、いました、いました。何人ぐらいいたんですか。何人ってないやろ。何人ってないやろ。聞きたい。みんなファンの方は聞きたいんですよ。そうですよ。本当に聞きたいことなんで、何人か本当に、ね、出てください。いや、本当に一人しかいないんですけど、ちょうど出てる時に、あのね、出てる時に付き合ってた彼氏がいて、うん、で、その人がね、テレビ映ると、なんかね、合図をしてほしい。あ、自分だけに分かる。自分だけに分かるように。ロマンチック。うわ、でも、なんやねんと思って、ね、どういう合図してたんですか。覚えてないんだよね。でも、なんか、何多分、ね、例えば合宿とかがあった、その日に見てるって分かってるから、何々の合宿お疲れ様でしたとかって彼だけに言うみたいな。え、それバレないんですか。合宿に行ってたの彼が。うん、そうか。合宿に行く彼だったんだ。帰ってきてる時とかになんかそういう風に言ったりとか、なんかね、なんかそういう風に言ったら、その彼氏だけが分かるんだ。分かる。他のファンの人たちは合宿お疲れ様でしたって言われても分かんないもんね。うん、確かに。すごい裏切りですよ、皆さん。いや、裏切りあったんですよ。あのね、皆さん違うの。私ね、男性ファンいなかったんですよ。女性の方は、あ、今日もね、女性の方いっぱい来てる。もう女の子ばっかりで、私男性ファンいなくて。そうなんですね。いない。もう多分一人もいない。そうなんだ。そうなんですよ。だから何も問題なくスルーみたいな。寂しいやんそれ。そっか、彼氏がいたとしても応援してくれる感じで、女のファンの人だったら応援する感じ。そうですね。そう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 。だからね。え、そのあ、そうだよ、もう別れちゃったね。もうとくとくそんなの。なんか淡い青春の思い出とかしてしまった。いろいろね。若いっていいですよね。そうだよ。ねえ、あ、長かったからいろいろできましたよね。ブルさん、じゃあ今後の、今後の夢とか、はい、今後の活動方針とか、うんうん、今後そうですね、うん、あのもう私115キロに太ったりとか、はい、あの痩せたりとかいろんなことやりすぎて、ちょっと本当に今体がね、ちょっと肩が来てしまったんで、うん、まず体をしっかり治して、うん、50歳からあの健康に生きていくっていうことと、うんうん、それと同時にやっぱりあの中野区の観光大使になれたので、うん、中野のいろんないいところを、うん、あのみんなに広めていきたいなと思います、うん、そしてプロレスのいいところを皆さんにもっともっと知ってもらって、うん、今の若い方たちがやってるプロレスすごく楽しいんで、うん、みんなに見てもらえるように、うん、はい、したいと思います。はい、ありがとうございます。どうでした。いや、なんか、うん、痺れる話っていうか、やっぱ当時のこう、うん、本当にもう縦社会だったりとか、うん、その経験されたことって、うん、やっぱこう今の時代でもすごく大事な部分があったりとか、うんうん、ね、私がたまにひりちゃんにいじめられたらぬつげぬつしてる。やばい。
バーンで殴ってもらう。いつもこれ持ちますね。幸せになってくどんどん。ということで、はい、そろそろお時間でございます。はい、今月もですね、はい、ブル中野さんをお迎えして、なんだ坂音坂チャンネルをお送りをさせていただきました。はい。はい、では本当に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。バイバーイ。バイバーイ。カメラです。はい。